はい、こんにちは、みーです。ご視聴ありがとうございます。はい、ということで先ほどファンケル様からクッションファンデーションが届きました。イエーイ。はい、ということでこちらまだ未発売になるんですけども、早速見ていきましょう。レッツゴー。こちらになります。見てください。めちゃめちゃかわいい。なんかめちゃめちゃかっこいい、クール。パッケージからクールなんですけど、 BB カバークッションと言います。こちらがですね、一品で美容液、日焼け止め、コンシーラー、メイク下地、ファンデーションの5つの薬を兼ね揃えた BB カバークッション、こちらが9月19日木曜日に発売になります。では今から試していきます。ではこちらケースから開けていきたいと思います。ケース、こちらから開けるみたいなんですね。ちょっともったいないからこっちから開けよう。見てください、このケース。なんだこのケース、ケースめちゃめちゃかっこいい。うわー、高級感がある。私ブラック大好きだからこれめちゃくちゃ使います。はい、ということで次、BB カバークッション B11 ライト、ファンデーションリフィル、パフ1枚付き、PF50 プラス、 PA プラス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 。すごい、しっかり日焼け止め対策できますね。紫外線対策がしっかりできます。ではちょっと開けますね。あー見て、めっちゃ可愛い。見て見て、めっちゃ可愛いよ。ほら FC ファンケルの文字が。これもパフも高級感バッチリ。言うの忘れてました。今ファンデーションしてない状態で見ます。アイメイクと口紅と眉毛だけ塗ってますので、今からしていきますので、はい、じゃーん。これはまだ密封状態ですね。すごい、ファンケル BB カバークッション B、 開封後6ヶ月、半年がフレッシュ期間ですね。使えるフレッシュ期間になるので早く使っていこうと思います。あ、開けていきます。オープン。見て、わーすごい、密封されてた。すごい見て、ここにクッション乗せるんですね。うわすっごい高級感。これ指紋つけないように気をつけないと。ファンケル BB カバークッション、これはい見てくださいね。やばいね。使うの楽しみ、めちゃめちゃ。今からカバー力試していきますよ。これ私のこのニキビ跡を今から潰していきます。でも今からちょっとセッティングしていきたいと思います。見てこれ、めちゃくちゃかわいい。この高級感すごくない？この高級感すごいね。指紋がついちゃうのがもったいないです。セットします。これを、ここに入れますね。これを、上からカチッというまで合わせます。入った。そこをちゃんと見て、平たくなるように、平たくなるまでセットしてくださいね。これこれこれ、この高級感すごいね。いい、すごくいい。ではちょっと、じゃあ私の天敵、ここのひどいニキビ跡に塗っていこうと思います。開けたら見て、シールを剥がしてご使用くださいって書いてますね。あー、オープン。開いた、キラキラーン、高級感抜群、やばい。あじゃあちょっとこれのパフをつけてきます。こんな感じ、ちょんちょん、お、こんな感じ、いいね。ではいきます。うわすごい、見て、めちゃめちゃカバー力、ニキビ跡が消えたんですけど、やばい、すごくない？ちょっと待って、クマも、すごすぎる。もったいないぐらい。意外とこれちょっとしかつけなくていいかも。伸びがいい、伸びがいいです、伸びがいい。すごい、見て、毛穴が消えたんですけど、めちゃくちゃやばい、見て。こっちと
ね、こっちとこっち、え、全然違うやん。すごい。皆さんこれ買うべき。全然違う。ほら、こっちニキビ跡ひどいでしょ。こっちめっちゃ綺麗になった。めちゃめちゃ嬉しい。ファンケルさんすごい。これで美容液も入ってて、日焼け止め、コンシーラー、メイク下地、ファンデーション。多すぎる。こちらの商品が9月19日木曜日に発売されますので、皆さんぜひお買い求めください。はい、ということで今日の動画いいねと思ったらいいねボタンお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ファンケルさんの、クッションファンデーション発売されるのを楽しみにお待ちください。では皆さんまたね。バイバーイ。